はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオ。今週はちょっと話が重たいです。テーマはもう無理かもしれないというテーマで喋っていきます。で、先に言っておかなきゃいけないのは、これは私が今そういう状態にある、ハイチがそういう状態にあるということではなくって、そういう相談が多くあります。今特にこの時期は、まあ、毎年そうなんですけど、特に今年は多くって、もう生きてるのが無理ですとか、もう無理かもしれませんって、っていうのが多くなってるから、それについて話をしていきます。ただ何かこれを聞いて解決策、打開策が得られるかって言ったら、多分そんな話はするつもりはないです。自分語りがメインになると思う。というのも、自分も中学の時は特にそうやって思ってた人間だったので、どういうふうに感じてたのか、そしてどういうふうに感じて、どういうふうに乗り越えてというか、その時間を過ぎ去って、月日が流れて今に至っているのかっていうのを、まあ今までもね、もちろん何回か話したことがある流れではあるんですが、改めてちょっとこのタイミングで喋っていこうかなと思います。ですから、最初にも言ったように話が重たいので、暗い話とか重たい話っていうのは下に引っ張る方だから引っ張られやすいんですよ。心って、まあ、ここ普通の物体もそうだけど、下に引っ張る方が楽なんですよね。上に引っ張り上げると大変なので。だから人の気持ちを、落ち込んでる気持ちを上に上げるって大変でしょ。でも下に下げるって簡単なのよ。だからみんなもこの話、いつもねダラダラジオ毎週聞いてくれてる方もいると思うんですけど、気をつけるというか判断ちょっとしてください。いつも聞いてるから聞こうじゃなくって、タイミング間違うと引っ張っちゃうかもしれないから、そこだけよろしくお願いします。それでは参りましょう。で、まずもう死んでもいいですかとか、死にたいですっていうのはね、まあ来てるわけよ。で、それに関して言えることはもういつも一緒で、でも生きててほしいなんだ俺は。そこだけはやっぱりぶれないというか、ぶらせられない。みんながの辛さっていうのは、俺はそのメールの文面上でしか分かってないし、みんなの実際のね日常生活を見たらさ、多分ショックを受けることもあると思うの。そこまでだと思ってなかったってこともきっとあると思うの。だからその本人が一番辛いじゃん。自分も中学の時そうだったし、当事者が一番辛い。でもその辛さがきっとあるんだろうなって、だからもうこの人生を終えてしまって辛さから解放されたいっていう思う気持ちは痛いくらいにわかるけど、でもみんなの死を願うことはやっぱりできないんだわ。死んでいいよなんて絶対に言いたくないし、言えないし、会おうぜって、会って話そうぜって、っていう願いはやっぱあるのよ。だから生きててほしいの。そうっていうのがまず前提にある、まあ、余計なお世話だろうし、これに関してはさらまずそれはやっぱり言っていきたいので、それを伝えたかったっていうことと、でね、まあ、俺はその中学の時に、まあなんだろうな、今さみんなからもらういじめの相談に比べれば、もうさ、もう本当にね、いじめ受けてましたとかさ言うのも良くないと思うんだよ、今のが辛いから。そう、でも当時の俺にはすごく辛くて、俺はもう陰口がすごく多かったからね。そうで、陰口を言われてるとさ、まず何が起こるかって、自分の自己肯定感がまず破壊されていくのよ。自分が悪く感じてくる。最初は抗えるんだよ、え、何みたいな、なんか悪いことしてねえしとか思うんだけど、でもあまりにも続くと、あ、自分が悪いんだって思っちゃうんだよね。てか思っちゃうっていうか、思わないと自己防衛できないのよ。そこで理由を作んないといけないの。自分が悪いからだよねって理由を作ることによって、自分の心をある種守ってるんだよね、最後のラインが壊れないように、って俺はちょっと思ってるんだけど。で、そうやってなってて、で、まあそのさ、まず自己肯定感が壊れていくじゃんか。で、そうするとさ、まず人の、なんだろうな、人に話すこともできなくなっていくし、でね、そのうち自分の思いが分からなくなっていくの。考えが分からなくなっていく。普通にニュースを見た時にさ、例えば何か悲しい事故があった時に、普通今までの自分だったらそれに関してすごいショックを受けて悲しいっていう気持ちを絶対出てくるタイプだったのに、でその時も悲しいって感情は出てきてる気はするの。でも本当に悲しいと思ってんの俺ってなっていくのよ。分からなくなっていく自分の気持ちが。そうで、それはきっとね、自分自身に自信もなくなってるからさ、その自分の中で溢れ出てきたものが偽りにしか思わないのよ。そうで、どんどん自分が分からなくなる。で、分からなくなるとどうなっていくかっていうと、世界から色が消えるのよ。これ多分さ、アニメとかでそういう表現で見たことある方もいるかもしれない。なんかたまにあると思うんだけど、あれね、リアルになるからね。
別に普通にね日常生活の中でさ色が全部消えるわけじゃない、そんなことはないのよ。ただふとしたタイミングで全部が灰色の世界に見えてくる。そう、全てが無に見える。そうってなるんだよね。でどん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 自分の心の中の色も消えていく。で死んでいくんだよね、心が。うん、でもうどうにでもなれってなっていく。どうにでもなれってなっていくと、最初どうにもなれだけだったらいいんだけど、えなんで生きてんの俺ってなっていくのね。そう、生きてたってしょうがなくねって、別に何の役にも立ってねえし邪魔しかしてないじゃんって、誰の役にも立てないしってなっていって、ああなら死んだ方がマシだよねっていうのが俺の中学の時の結論だったのよ。うん、だからまあ別にみんながさ、今そういう悩みを持ってるみんながみんな同じってわけじゃないよ。だからそれは人それぞれ悩みのさ種類も違うし感じ方も違うだろうけど、まあ俺はそういう風に生きてたの。あの時のその感覚は今でも忘れないし、色が消えていく感覚とか自分の心が死んでいく感覚、そうすごいね、なんだろうね、心なんて測れないじゃん、目に見えないし写真にも写らないんだけど、すっごいわかるよ心が死んでいく笑っちゃったよごめんなさいね、なんかしんどかったなと思って、うん、でね、じゃあそっからどうしたかっていうと、自分はあと今みんなに例えばさ学校がさ、まあ、いじめがあって辛いとか、まあ、そういったことがね物理的に本当にしんどい場所になってるんだったら、まあこれはみんなの意思だけじゃさなかなか叶わないんだけど、やっぱりでも学校に行かなくていいと思うんだ俺。辛い思いをするのに行く必要なんてないし、別に学校が必要ないとは思わんよ。学校に行くことによって得られるものはたくさんあるけど、でも別にそれがマストじゃないよね。必須じゃないじゃん、そんなもん。なくたって生きていけるし。そう、だから、まあごめん、ちょっと話それちゃったけど、まあ、それはちょっと伝えたかったなと思って。で、なんだっけ、話いっぱいわーって喋っちゃったね。うん、で、そうそう。で、どう自分過ごしてたかっていうと、負けず嫌いなんですよ、私。生まれつきの、だと思ってんだけど、生粋の負けず嫌いで。で、その時、登校拒否というかさ、学校行かないって選択肢も取りたかった。だから結局休んだ回数は結構多いと思うんだけど、中3の時とか俺。でもなんで俺がこいつらのために休まなきゃいけないんだろうっていうのはすごく思ってて、なんで俺が引かなきゃいけないのっていう、嫌なんだけどっていうのはなんかあったのよ。そうでなんか毎日しんどかったでさ、別に今のさ、その決定的にしんどい理由が分かってる時じゃん、分かタイプもあるんだけど、でもみんながみんなさそうじゃなくて、なんか分かんないけどしんどいってない。別に客観的に今の自分の日常生活を送ってたら、家族もいるし、別に普通にそこそこ仲もいいし、友達もそこそこいるし、別に普通に平和に過ごしているなのに、なんか虚しいとかなんか虚無感を感じるみたいながあるじゃん。で多分、ね、それの方がね厄介なのよね、なんかっていうのが。だって理由が分かんないんだもん。で理由が分かんないから対処もできないじゃん。そう、時間の経過を待つしかないみたいな。で私も実際それはすごく多くて、うん、でもちろん理由が見つかることもあるんだよね、探っていくと。ああ実はあの時のこれがトリガーなってんなみたいな、きっかけになって落ち込むスイッチが入ったんだなみたいなのはあったりするけど、でも全部そういう風にさ謎は解けないし、で今は結局さ落ち込んだ後でも戻ってくるじゃん。そうだからまた戻るよっていう風に思ってる。落ち込む時期、落ち込んでる時期はある種充電の時期だと思ってるから、心が疲れて今充電したい時なんだよなって、そのなんだろうな、 SOS 信号を心が出してんのよ。休ませてくれって。そっかごめん、気づけなくて悪かった俺の心臓ハートみたいな、休ませてやるぜ、休もうぜみたいな風に、まあ、今は思ってるんだけどさ、ごめんな、すげえそれてる話が、何が言いたいんだまあなんかそんな思ってたりとか、まあ当時はね、そうね、負けず嫌いがあって言ってたのよ。まあでもどうなんだろうね、結果的にはまあそれでよかったかなと思うけど、でまあ今回今さそういう風に思ってる子が多いと。で伝えたいのはもちろん生きててほしいっていう気持ちと、これは解決策にも何にもならないんだけど、でも今みんなが真っ暗闇の中のトンネルにいる気がする。出口も見えねえ、光も見えない、どこに歩いたらいいか分かんない、歩けばおでこがね壁にぶつかるみたいな状態でも一生それが続くわけじゃないよっていうのはどうしても言いたい。でもこれは俺きっと中学の時の俺がこんな話を聞いてもちげえと、
いや、将来そうかもしんないけど、今救ってくれよと思う。でもね、実際今は多分救えねえんだ俺には。こんなことを喋ることしかできないからさ。そう、でもなんだよ、でも一生続くわけじゃないっていうのはやっぱり言っていたいんだよね。それが希望にはならないと思うんだけど、多くの方の。で、実際そうやってトンネルの中にいて、もうどん底のような気持ちになってて、それでも自分なりにもがいて、行ったら、何かのきっかけでさ、何かのきっかけでふと落ち込むように、何かのきっかけでふと元気になる瞬間があったりする。で、自分が元気になる瞬間ってどんな瞬間なんだろうっていっぱいメモってったの。自分の心をコントロールするために。心ってわかんないじゃん。でも自分の中で自分の説明書は持ってたいんだよね。だから落ち込むきっかけになるもの、元気になるきっかけになるものはどんなことなんだろうって思った時に、俺は人の役に立てるんだって思うことが多分それだけなのよ。それがないと多分今でも心が死ぬと思う。すっごいダサいこと言うけど、俺がこの活動をしてるのはある種自己満足もあると思っていて、 YouTube の活動ね、もちろん子供の学びたいっていう気持ちを大切にしてたいとか、所得格差とか地域格差を少しでも解消したいとか、そういった思いがあってずっと続けてる。でもみんなにそのハイチの授業を見てもらって、役に立ちました、ありがとうございますっていうのを言ってもらうことで、あ、俺って役に立てるんだって思いたいんだよね。きっと。じゃないと生きてていいんだって思えないんだ俺は。ダサいかな。でもそれでもダサいって思われてもいいんだ。自分ではダサいと思ってないんだ実は。でもね、 YouTube 始めた10年前はダサいと思ってた、すごく。この考え方今は思ってないよ。それをこうやって公言できて、で実際にみんなに感謝してもらえる、そんな自分が好きだから。だからこれからも別にたくさんのさ、すごい多くの人の役に立てるっていう、そういうタイプではないのは分かってるから、でも何十人何百人、まあよく言えば何千人っていう人たち、子供たちの生活を少しでも楽しいもの、勉強って基本的にしんどいからさ、でもそれをちょっとでも楽しいもの、前向きに思えるものにしていける手伝いができれば、きっと俺は俺でいいんだぞ、俺ってそれでいいんだぞって、いうふうに思って、その毎日、ほんと毎日毎日それの積み重ねで、きっといつか老衰で死ぬんじゃないかなと思ってる。俺はそういう一生にしたいなって思ってさ。生きてるよそうやってね。だからまあごめん、本当に着地点が特にない話なんだけど、こういうふうに思えるのは特別なことではなくて、みんなにもその可能性があるっていうこと。ただ有名なね、俺の大好きなスラムダンクのさ、有名な言葉を借りるんだったら、諦めたらそこで試合終了なんだよ。諦めたら見える景色なんて変わらないから。だから、俺はここで授業をしたり喋ったりすることしかできないけれど、それでちょっともうちょっと頑張ってみようって、もう無理です、死にますって言った子がもうちょっと頑張ってみようって、そのもうちょっとの連続の中で、いつか俺には無理だけど、みんなのリアルの中で、あ、生きてこう、頑張ろうっていう強い頑張ろうに出会える瞬間がきっと来ると思っている。だからその瞬間まで、なんか延命みたいになっちゃうけど、ちょっとした、でもそれでもいい、俺の役目は、それが俺の役目だと思ってるから、これからも喋ります、これからも授業を取ります、それが俺の役目だと思うので。受け取ってくれるみんながいるからね。特にダラダラジオを聞いてくれてるみんななんてそうだよ。みんながいるから俺は前に進めていける。みんなが思ってる以上に、みんなのコメントとかみんなの存在っていうのは俺の、救ってくれてるというか、背中を押してくれてるからさ。だからその恩をしっかり返せるようにこれからも頑張るから、ぜひ生きて俺の言葉を受け取ってってください。そしていつか、いつかね、今コロナでなかなか会えないけど、いつか、あの頃みんながこうやって死にたいって思ってて悩んでたこの頃を
どっかのタイミングで会って振り返って、あの時こういうことがあったんですよって、あの時期かって、俺ダラダラしてこんなこと言ってたよねみたいな、そう、笑い合えたらいいなって思ってる。うん、そんな風に思います。はい、ということでちょっと長くなっちゃってごめん。いっぱい喋っちゃったけど、ここまでね、お付き合いいただき本当にありがとうございました。明日からまたね、学校が始まります。うん、で、3連休がないんだよね。ずっと、ゴールデンウィークみたいなことがないので、しんどいなって、辛いなって思うことも増えていくかと思います。その中で、辛さを減らすことはなかなかできないけれども、それでも前を向いてみようって、もうちょっと頑張ってみようって思ってもらえるようにさ、俺も頑張りますので、ぜひね、お互い頑張っていきましょう。はい、ということで、ここまでご視聴いただき、噛んだ、ご視聴いただきありがとうございました。また来週ね、何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それでは、今週1週間とりあえずもこれからのみんなの人生がね、良きものになることを心より願っております。また来週お会いしましょう。それじゃあまたね。バイバイ。